小倉競馬場5レース障害4歳以上未勝利距離は 2860m 出走11頭ですバックストレッチ右手最初は左回りに進んでいきます11番のライアンが最後未勝利戦11頭収まりましたスタートしました先行争い9番のキガン今日も出ていきますまず最初の障害生涯垣を目指します9番のキガンが先頭で生垣ジャンプします 2番手グループは固まって2番のメディーセンスおっと後方で3番のポルドゥーンでしょうかつまずきましたが大丈夫キガンが2つ目の障害を今飛んでいきますしばらく障害がありません2コーナーから1コーナーをカーブしていくところ9番のキガンのリードが3馬身4馬身少し広がりました2番メディーセンス2番手単独3番手4番、名勝恭治ですそのの後番番手のインコースススエース 5番手の位置に10番北のブレイド1コーナーをカーブしてたすきのコースに入っていきますさらには6番ザ・3ーーィーがいてそのうちに5番のアメリカン・ピース内外逆になりますので外の関係になりますが7番のソルトキャピタルがその後ろ飛ばす9番、キガンが6馬身のリードをつけてたすきの最初の生き垣を飛んでいきました今、最高峰の8番初障害ゴーシナイトまで飛んでいますバンケットを登って下って9番のキガン。 後続に7馬身から8馬身大きなリードを取って周回コースに入って右回りです先頭は9番のキガンリードがもう10馬身近くになります2番メリーセンスが2番手2馬身離れて3番手4番名勝恭治その外に1番サクセスエースがぴったり並んでいますそれから10番北のブレイドがいて5番アメリカンピースが外からうち6番ザ3・3ティ。 後方は7番のソルドキャピタルですもう9番のキガンはスタンド前に入って生垣の障害ジャンプします2番手グループが今飛んで1 5 6 6馬身あるでしょうか飛ばす9番のキガンがちくの障害に向かいますターフビジョンの前を通過してちくさくを紀元ジャンプ2番手4番の名勝強陣上がってジャンプその後2番のメリーセンスです9番のキガンは水郷をジャンプします4番の名勝強陣2番手その差が少し詰まりましたがまだ10馬身あります ししばららくくく障害がなく1コーナーから2コーナーーーナナか2を目指していくところです9番のキガンが先頭緩やかに坂を上ってリードが8馬身ぐらい4番の名勝恭二、2番手3番手1番サクセスエースあとは10番の北野ブレイドが続いて2番のメリーセンス5番アメリカンピースそれを追い抜いていった6番のザ3 3ィバックストレッチに入りましたその後ろに3番のコルドゥーンです先頭9番、ガンがバックストレッチ最初の生垣ジャンプ2番手4番の名勝恭二です後方グループですが 7番のソルドキャピタルがいて大きく遅れている8番のゴーシェナイトそれからもう1頭、最高方11番のライアンかなり遅れていますその間にバックストレッチ2つ目の障害を飛んで3コーナーのカーブに入っていくところ9番のキガンのリード5馬身があります2番手1番のサクセスエースになって4番の名勝教授は3番手今交代4番手10番の北野ブレイドが追い抜いていきましたさあ9番ちょっと 紀元が苦しくなったかリード3馬身に詰まって1番サクセスエース10番北のブレイド進出それから4番の名将教授前が固まってきました6番のザ・スリーサーティーその後ろ4コーナーのカーブから最後の障害三3頭並んで今度は1番サクセスエース外10番北のブレイド内9番紀元苦しくなったか4番名将教授並んでジャンプ先頭1番サクセスエース内から4番名将教授差を詰めるが2番手か外10番北のブレイド9番の紀元先頭は1番サクセスエースサクセスエースゴール 2番手接戦。 阪神競馬第5競走を3歳未勝利戦芝の 2200m12 頭で争われます正面スタンド右手4コーナーのポケット地点枠入りが進んでいます少し雲が広がってきました芝がややおもダートもややおものコンディションさあ5レースは芝の 2200m 戦 各馬の枠入りが進んでいきます6番のアルレジャンが後ろトへと向かおうとしています12番のアルマザ・アミールがその枠入りを待っていますさあ向きを戻して6さあ一度回されて6番ゲートへと誘導を受けます少し勢いをつけて6番ゲート アルマーザ・アミール最後に向かいます12番ゲートアルマーザ・アミール収まって係員が離れますスタートしましたほぼ揃いましたさあ先行争いです横に広がっています間からコーダッシュは6番のアルレジャンですまずは先頭に立ちますが 外から8番の最高だね、スーっと上がっていって、前に並んでいきましたその後は2馬身、3馬身、5番オン・ザ・プラネット、そに9番タモー・ランプ、内から4番ブラック・ライズ、2頭の外に12番のアルマーザ・アミールがつけて、その後ろは1馬身差、バグンの間から7番のロンギング・キー、スーっと上がっていって、外10番のビスマール、さらに間11番、アマルフィ・レモン。 3馬身内に1番、エイシンローテイト3番、ベルベストランナー最高峰が2馬身2番、ラインフォルテという体型1コーナーから2コーナーに向かいますさあ先手を取り切った8番の最高だね後続に5馬身のリード 2コーナーのカーブそして2番手には6番のアルレジャン3番手1バシン、1馬身5番オンザプラネット1馬身外には12番アルマザ・アミール向こう上面に入っていきます内並ぶ4番ブラックライズ直後に9番のタマモ・ランプですそれから1馬身半10番ビスマールが続いて3馬身中段から後ろ7番ロンギングキー2馬身外に3番ベルベストランナー半馬身内が11番アマルフィ・レモン2馬身1番エイシンローテイトその並んでいく2番のラインフォルテ 各馬第三コーナーのカーブへと入っていきます。八番最高だね。リードが二馬身ぐらいなくなりまして、三コーナーのカーブ。六番のアルレちゃんが二番テロ八百を通過。三番手イチバーシーン、五番のオンザプラネット。その後ろに内から四番ブラックライズ、九番のタマモランプ。さらに外には十二番のアルマウザアミールと固まって四コーナーのカーブを迎えます。その後ろに十番のビスマールの追走。現在中段の。 内、外目を追走しています。さあ、第四コーナーカーブ。八番の最高棚戦闘リードは一葉真半二番手に六番アルレジャン。さらに外からは五番のオンザプラネット。広がって直線へ。その外から進出。九番、十番のビスマールが上がってきました。そして、馬群の間から。うっ 狙ってくるのは9番の玉モランプ残り200の標識を通過して先頭、中盤のビスマールそして内にコースを取って9番の玉モランプが突っ込んでくる間6番のアルレジャンがとの2着争いですが9番の玉モランプが2番手に上がった10番ビスマールゴールイン3番手が6番のアルレジャンです10番 中山競馬5レース3歳未勝利芝外回り 2200m18 頭が出走して行われます上空は雲が広がっている中山競馬場先ほど各馬の入場の時間帯は少し日も出てきましたが ままたその日は陰っています芝コースややおもダートコース主のコンディションで午後の競争を迎えています4コーナーでの枠入り順調最後はマイネルモメンタム足毛の馬体が18番ゲートへと誘導されますマイネルモメンタムが収まってゲートイン完了スタートしました18頭まずまず揃いましたホームストレッチ先行争いは どの馬が出てくるか5番デュアル・ウィルダーが内に寄せながらわずかに先頭か11番タンゴ・バイラリン12番アドマイア・ポーシュ6枠両頭も前さらには15番キャネルも上がっていきました内は3番のウェイト・ザ・ドーン最内1番ノール・シャピートル17番 GT 王者先行グループに追い上げて10番ルベネ18番マイネル・モメンタム6番レイ・フロレットがその後です18頭 これかから1コーナーーナのカーブを迎えますわずかに5番デュアル・ウィルダーが先頭に立ちましたデュアル・ウィルダーが逃げる展開12コーナー中間2番手が12番アドマイア・ポーシュペースは落ち着いているか3番手3番ウェイツ・ザ・ドーンが内外並んで15番キャネルです2コーナーカーブ外回りコースへと出ます11番タンゴバイラリンは前から5投目その後内1番ノール・シャピートル外17番 GT 王者奥深い向正面へと入っていきます 中段に10番ルベネ、外は18番マイネル・モメンタム、インコース6番のレイ・フロレット、残り1200を切ります、1000m1 分4秒前後で先頭を通過しています、レイ・フロレットの一馬身後ろが9番コスモ・カンタータ、14番ソーリャが続いて3コーナー目指します、インコース8番のベルドリアンが続いて残り 1000m を通過、後ろから5投目が外を追走する13番メテオ・クイン、並んで16番ハーツ・ケリー。 後方3頭離れました7番オーケンシルバー4番ミラース最後方2番のラストヒロイン石上深道です3コーナーのカーブに入っています先頭5番のデュアル・ウィルダーリード1馬身で3コーナーに入ります2番手が12番アドマイア・ポーシュ3番手打ち、3番ウェイト・ザ・ドーン 残り600の標識を過ぎました15番、キャネルが3番手外、外2番手に接近していきます5番手が11番、タンゴ・バイダリンこれを18番、マイネル・モメンタムが追い抜いて今、4番手の外です4コーナーカーブ直線コースに向きます 5番、デュアル・ビルダーここで後続を引き離してリードを2馬身取りました2番手は3番、ウェイツ・ザ・ドーン外は15番のキャネルあるいは18番、マイネル・モメンタムこれらが先頭へ迫っていって200を切るしかしこの間に5番のデュアル・ビルダーは後続を突き放してリードを34馬身広げた2番手はマイネル・モメンタムキャネル内は3番のウェイツ・ザ・ドーン先頭5番のデュアル・ビルダー逃げ切ってゴール2着は18番、マイネル・モメンタム 小倉競馬場11レース関門橋ステークス4歳以上3勝クラス芝の 2000m 出走14頭です去年11月開通から50年を迎えた関門橋一日の交通量およそ3万5000台に上るということですほとんどの馬もこの関門橋を通って小倉競馬場にやってきています夏は小倉記念も行われる芝の 2000m 戦14番マテンロアレス収まって14頭 スタートしました揃ったスタートになりましたちょっと3番のシホノスペレンザが遅れています内から出を伺う2番シェイクユアハート外から 11番ウィズ・ウア・ドリームですが大外から14番マテン・ロアレスが行った14番マテン・ロアレスが外から内に進路を変えて先頭1番フィデルが2番手11番ウィズ・ウア・ドリーム今日は3番手からです13番フェア・エールング内から2番シェイク・ワーハートあとは4番ニホン・ピロキーフがいて12番パーソナルハイ外を通って6番バレーマスター7番エーデルブルームはその後ろになりました1コーナーのカーブに入っていきます 大外枠から14番マテンロアレスが先頭に立ってリード1馬身半ぐらい1番フィデルが積極策2番手ですその後ろ2馬身離れて今日は3番手から11番ウィズ・ユア・ドリームその外を通って13番フェア・エーリングさらに外を回っている6番バレーマスター内には2番のシェイク・ユア・ハートが続いて第2コーナーからバックストレッチに入っています1馬身差ちょうど中段を進んで4番の日本ピロキーフ前までは8馬身から9馬身といったところまもなくスタートしての 1000m です 1 0 0 0ルの通過は1分1秒8というペース三勝クラス日本ピロキーフの外に12番パーソナルハイが並びかけていく5番ナムラカミカゼ1バシン外7番のエーデルブルーメ後方から5投目あとは8番火曜年華800切りました外から9番のウインシュクラン後方3投目インコース3番ショーノスベランツァ最後方10番ヒズルジョです三コーナーカーブ中段バグがどーと固まってきた先頭14番のマテンロアレスですが外から1番のフィデル並びかける13番フェアイルングも並びか,けるそれから。 早め動いたた番のエーデルブルブ仕掛けた前は4頭固まりました、その後ろ日本ピロキーフ5番手のインコース400切った、内から2番のシェイク・ウアハート、さあ今度は外から7番のエーデル・ブルーム、ブルーメ先頭か直線に向きました、1番のフィデル、内14番マテンロアレス、粘っている間から4番の日本ピロキーフもやってきた、4頭広がって200を切った、4番の日本ピロキーフ、日本ピロキーフが先頭、内14番マテンロアレス、粘っている、間から2番シェイク・ウアハート、1番フィデル、3番手争い、先頭は4番、日本ピロキーフ。 輪2番手接戦内14番のマテンロ 阪神競馬場最終第12競争4歳上2勝クラスダート 1400m の競争10番の西野ラーナ競争除外となりましたこのためこのレースは14頭によって争われますなおこのレース確定後西野ラーナ絡みの勝ち馬投票権返還となりますのでどうぞご注意ください単勝副勝式の10番枠連は66馬連馬単ワイド3連服3連単10番絡みは買い戻し返還です ゲートイン最後15番のシャドーレディーですクラス2戦目シャドーレディーゆっくりと促されて今15番ゲートにゲートインです14頭の枠入りが終わりましたスタートしましたさあ先行争いですまずはシュート先行争い芝の上 間からスッとモズ・ブーナーが出ていきました足元がダーテイと変わってシャドー・レディさらにその内からはジュストコル最内一1番のミッキー・レジェンド3番タロントゥーズ固まってその後方からは4番の神前ゼン・イズモがつけておりますさらにその1馬身後方から詰めていったゼッケン5番をつけましたヴ番がいっていますあとは下がりましたキモン・リッキーファースト・リッキーその外にいるのが11番のカッティング・ジェムという体勢ですさらにその後は二バシンとバグン開いて7番のロード・ミッドナイトが追走さらに後方からは十二番のカラレーションがいっていますそして二馬身後方ですが六番 ロードジャスティスが追走していますさらにその後方ですが14番の名将キッドという体勢さあ各馬が34コーナーの中間地点へとかかります先頭はモズブーナーです逃げてリードは現在1ンハン2番手9番のジュストコルがつけていますそして3番手15番のシャドーレディが追走その後方から内1番のミッキーレジェンドさらに外からはタロントゥーズが追走してさあ各馬これから第4コーナーカーブまもなく直線構成へと向かってまいりますここで堂々9番のジュストコルが一気に先頭に立っていきましたさあジュストコルが抜け出したジュストコルが抜け 1>, 出した1馬身、2馬身リードを取っていくモズブーナー現在2番手食い下がっているさあ、2番、2番、新前ギズも2番、新前ギズもさあ、合わせ馬のように伸びてくる先頭は粘り込みを図ります9番のジュストコル先頭だ、ジュストコル先頭だそして、2番が2番手から前を追っている2番が2番手から前を追っている先頭は9番のジュストコル、ジュストコル、ジュストコル、藤切ってゴ輪リジュストコル振り切りました。最後よく詰めましたが